自分では自分のことを優柔不断って思ったりするけど、友達からは真面目なやつって褒められてるのかどうかは分かんないけど、大学生活は結構きっちりしてると思う。大学に入って何でもやってみようと思ったから、友達と集まって試験対策はしっかりやって、部活では軟式野球をやり、趣味の釣り、アルバイトなどしっかりやってます。最初大学のことは全く分からなかったし、今でもちょっと迷った時にはチューター制度があったことがありがたかったですね。進路や資格取得なんて自分一人では分からないことも気軽に相談できるから、安心して大学生活が送れます。今僕が研究しているのが黒岩ゼミでアジバントについて勉強している。アジバントはワクチンの免疫作用を高めるための補助剤として用いられているが、応用されている数が少ない。この種類が増えれば医療も発展できるのではと思い研究を続けている。まだ始めたばかりのこの研究を続けていって、いろいろな病気を解決する職に就きたいっていう将来像もあるけど、今世界のテーマとなっている SDGs に関係する職にも就きたいなと思っている。僕は趣味の釣りに出かけるたびに思うけど、環境汚染は進行しているなと感じて、ナノサイエンスという分野を学ぶことで環境保全につながるような仕事もしてみたいなんて考えている。まだ何者でもない僕は無限とは言わないけど、可能性がいろいろあると思っている。そんな可能性を模索している途中だからこそ、残された時間を有意義に楽しく過ごそうと思っている。